ネールの当事件後にフィリップ4世が崩御した翌年、1315年に描かれた事件の主な関係者たち、フランス王フィリップ4世とその家族、左から、フィリップ4世の王子シャルルとフィリップ、王女、イザベル、王太子、ルイ、王帝バロア博、シャルルネールの当事件は、1314年に、フランス王フィリップ4世の義理の娘にあたる、マルグリット・ブランシュ、 ジャンルが貫通の罪で告発された事件である。フランス王室の不祥事であり、フィリップ4世の王女イザベルが父に密告したことが明確にされている。ネールの塔はパリにあり、不倫の逸話が伝わっていた。王太子王子の日たちは黄金刑に処され、その愛人であった騎士たちは拷問にかけられた後に処刑され、この不祥事は後のフランス王家に、 直系カペイ家の断絶に至るほどの強い影響を及ぼした。イザベラ・オブ・フランス・パリ訪問の際、儀師たちの貫通の噂をはじめて、フィリップ4世に報告した本事件は、フランス王フィリップ4世いる、ベルの治世末期に起きた。フィリップ4世は寡黙かつ告白な性格をしており、その人柄を同時代のパミエ司教は、人でも、動物でもなく、石像であると表現し、 当時の歴史家は、キリスト教の王位と名声を築き上げ、肉体における弱点をほとんど見せなかったと記録している。フィリップ4世は、治世中、フランス王家の権威と名声を築き、国家に新たな現金収入源となる産業を生み出し、さらに新たな政府機関を作り、戦争になれば、国王自ら参戦し、時にはカトリック教会勢力に異論を唱え、 絶対王政を目指し奔走した。しかし、政策には多額の投資が必要とされ、その都度、テンプル騎士団に融資をこい結果的に1314年までの間に、負債は膨れ上がり、フランス王国は財政難に陥り、国政はますます困難となった。フィリップ4世は、事件発覚直前に、フランス王国財政難の打開策として、融資を受けていた。 テンプル騎士団の裕福な財力に目をつけ、彼らに濡れ衣を着せて、異端審問にかけて処刑し、騎士団の資産を没収し、フランス王家の借金帳消しにすることに尽力していた。さらに、本事件により、フランス王の地位は弱体化し、フィリップ4世には成人した王子が3人もいたにも、かかわらず、カペー朝は断絶に至った。フィリップ4世には、亡き王妃であり、 ナバラ女王のジャンヌ・ド・ナバールとの間に、ルイ、シャルル、フィリップという三人の王子がおり、当時の監修に従い、三人とも政治的に有益な家の娘と政略結婚させた。当初、フィリップ四世は王太子であり、ナバラ王位を譲った長男、ルイの日に、ブルゴーニュ・ハク・オトン四世の娘、ジャンルを迎えようと考えていたが、最終的には1305年。 ブルゴーニュコロベール2世の娘、マルグリットを王太子妃に選んだ。マルグリットの母アニエスは、先々大フランス王ルイ9世の王女でフィリップ4世のおばにあたり、マルグリットとフィリップ4世は義理の父子であると同時に祖父を同じくしたいとこ同士にあたる。親族同士での婚姻により、一族の結束を固め権力拡大を図った。当初、ルイのにする予定であったジャンヌは、 次男フィリップと1307年に結婚させ、1308年にジャンヌの実前ブランシュと三男シャルルを結婚させた。三兄弟夫婦の結婚生活は個々多様であった。特に、長男ルイとヒ・マルグリットの結婚は、三兄弟の夫婦の中でも不幸なものであったとされ、ルイはスラリとした体型で、見目が良いが攻撃的な性格で、 熱烈な曲線美と称されていたマルグリットとは一緒に過ごしたがらず、ジュドボームに熱中することを好んだとされている。対照的に、次男フィリップは本事件における妻ジャンルへの大変な寛容さで注目された。二人は短い間の夫婦生活で儲けた子供の数も多く、フィリップは書面は定型化されてはいたものの、長年にわたって妻に多くの恋文を書いて送っていた。 三男シャルルは、兄弟の中でも、比較的保守的な性格で、厳格で堅苦しいもしくは、頑固と評された人物ではあったが、ブランシュとはごく平凡な結婚生活を送っていた。一方、フィリップ四世は、1308年に、娘、イザベルを、イングランド王エドワード二世と結婚させ、ガスコーニュとフランドルの統治権をめぐった二国の、対立問題による、緊張の緩和を図った。 王女、イザベルの結婚は、夫エドワードと親友かつ男色関係であった、長身コーンウォール博、ピアーズ・ギャビストンの存在により破綻し、イザベルは夫及びギャビストンと対立していた。イザベルは、夫の肺を拡策し、実家であるフランス王家に助力を求め、彼女の不王を頻繁に尋ねた。19世紀、ウジェーヌビオレルデュクにより再現されたネールの塔。 多く不定に使用されたとされる。1313 13年の間に、イングランド王妃イザベルが夫エドワード2世と共に、フランスの父フィリップ4世のもとに里帰りした際、事件が明るみになった。フランス王家滞在中、ルイとシャルルが、イザベル夫婦含めたイングランドからの来客のために、風刺人形劇を演じ、その後イザベルは兄夫婦たちに、 新品の刺繍が施された金着袋を送った。その年の末、イザベルとエドワード二世は自分たち夫婦のイングランドへの帰国を祝い、ロンドンで盛大な宴会を催した。その際、イザベルは自分が兄夫婦に送ったはずの財布を二人のノルマンディー騎士の兄弟、ゴーティエドネート・フィリップドネーが身につけていることに気づき、彼らと騎士が不倫関係であるに違いないと推察し、 1314年の次回にフランスを訪れた財布王にそのことを密告し、事件が起こったとされる。フィリップ4世は、豪邸とフィリップを一定期間監視下に置き拷問にかけると、厳しく取り調べ、ブランシュとマルグリットとネイルの塔で飲食し、不定に及んだことを白状させた。ネイルの塔は、セーヌ川のそばにあるパリの古い監視塔であり、1308年に、 フィリップ4世が買い取った。次男、フィリップの妻ジャンヌは、当初、義師、実枚と二人の騎士の密会を知っており、事実隠蔽に協力していたが、事件発覚後、避難はさらに広がり、不定の疑惑はジャンヌにまで向けられた。ほとんどの歴史家は、マルグリットとブランシュの不定はほぼ真実であるとする傾向にあるが、 イザベルが兄弟の配偶者を告発で敗することによって当時生まれたばかりのイングランド王大使エドワードの将来のフランス王位継承を有利なものにするためとも考えられ得られる政治的な利点があったため一部の歴史家はこのように公に王家の日たちの不定が裁かれたことに対して疑問を抱いているしかし他の歴史家たちによれば当時まだ フィリップ4世の王子たちは3人とも20歳代と若く少なくとも1人が再婚し今後数年間で相続人となる着難が生まれる確率は低くなかったためこれはありそうもない計画であると主張している当時の年代期に本事件はフィリップ4世の長身であった自ジ重ジアンゲーランドマリニーがドネー兄弟と王子の日たちは濡れ衣を着せ 関係にかけたと記述した者もおり、陰謀による冤罪とする説も存在する。ゴーティエドネーとフィリップドネーは当初、イングランドに逃げようとしたが、逮捕され、厳しい拷問、尋問を受けるに至り、フィリップ4世はイザベルからの告発された事件の概要を公表し、関係者全員を逮捕した。ドネー兄弟は日立との不定を自白し、不敬罪で有罪となった。 マルグリッドとブランシュはパリでの議会の前に裁判にかけられ、不定の罪で裁かれた。マルグリッドとブランシュは終身刑を宣告された。ジャンヌも議会の前に裁判にかけられたが、夫フィリップが懸命に弁護し、その結果、事実無根につき無罪方面となった。マルグリッドとブランシュ、二人の不定の隠蔽を手伝った、ジャンヌはネールの当事件により中世に簡易の罪で、 有罪判決になった者の慣例に習い提発され、黒い服を着させられ頭には黒い布をかぶり、さらに黒い布で覆われた馬車で運ばれ、ガイアール城に投獄され、共に有罪判決となったキシゴーティエとフィリップは、拷問を受けた後、クレーブ広場にて処刑され、殺された。ほとんどの歴史書で、ドネー兄弟は最初は虚勢され、首吊り、内臓をえぐり四つ先の刑に処されたが、 それでも死なず、生きたままカワハギの刑に処された後、車先の刑、公主刑になったことが記載され、一致している。事件が起きた1313 13年の年末にフィリップ4世は崩御しており、年老いた自分に、義理の娘たちの不祥事で受けた精神的なショックの強さが死期を早めたという見方もされている。イザベル自身の結婚は、壊滅的な失敗に終わり、多くの歴史家は、 1326年に彼女の愛人ロジャーデモーティマーとイギリスで政権を掌握した後、1327年に夫エドワード2世をハイに追い込んだと考えている。イザベルは時間の経過につれ、義士たちを告し、追放に追い込んだ人物として、フランスの一部の人間から批判を受けるようになった。1314年にローマ教皇クレマン5世が死去し、 1316年に、ヨハネス22世が選挙の間、教皇庁で空白があったため、マルグリットとルイとの結婚は無効にできず、ガイアール城の地下牢に投獄された。ルイはフィリップ4世の死後、王位を継承し、翌年1315年を8月正式に退官し、フランス王ルイ10世となった。マルグリットは、夫の即位により、遊兵先で、フランス王妃となったが、 退官式4ヶ月前に死去した。肺結核で亡くなったという説も唱えられているが、彼女の若さから、ルイ10世の再婚の障害となっていたため、暗殺された可能性も高い。ルイは、マルグリットとの死別5日後、ハンガリーの殺生カルロ・マルテロ男女の娘クレマンス、ド・オングリーと再婚した。クレマンスは、ルイのおじバロワ博、シャルルの妻、 マルグリットジュの命にもあたる。ルイ十世はジュドポームの試合の後、冷えたワインの飲みすぎにより病にかかり、その翌年に死去した。マルグリットとブランシュが1314年に貫通罪の判決が下った後に投獄されたガイアール城の遺跡。ジャンヌは不定の疑いをかけられ、ドゥルダン城での監禁生活を強いられた。夫、 フィリップの必死の弁護により無罪判決が下ったが、釈放され自由の身になり、フランス宮廷に戻ったのは、翌年のことであった。フィリップが、ジャンヌの弁護に尽力した理由は不明であるが、理由があるとすれば、フィリップが、ブルゴーニュ女白ジャンヌと離婚した場合、結婚によって得たブルゴーニュ白寮の統治権を失う、恐れがあったことが考えられる。しかし、もう一説によれば、 フィリップはジャンヌを深く愛していたことが挙げられる。ルイ10世の死後、王太号クレマンスが生んだダンジジャン1世が即位、したが数日後に死去し、ジャンヌは数年間夫、フィリップの補佐を務めた。フィリップとの死別後、ジャンヌは宮廷から母、マティルドから相続したアルトワ博領に引き下がり、余生を静かに過ごした後、1330年に死去した。ブランシュは、 夫がフランス王シャルル5世として即位した1322年までの8年間、ガイアール城の地下牢に遊兵された。ギッシュマルグリッドと同様、獄中で王妃となったが、シャルル5世はブランシュの釈放を拒否し、さらに婚姻の無効を宣言した。教皇から許可が下りたため離婚となり、ブランシュはフランス王妃の称号を剥奪された。シャルル五世は前妻ブランシュの身元を、 フォントワーズ近郊のモビウイソン女子修道院の2層に委託し、シャルルはその後すぐ、マリード・リュクサンブールと再婚した。ブランシュは長きにわたる地下牢での遊兵生活により、体の健康を損ない、優秀の身のまま1326年に死去した。この事件は、その後の大井継承をめぐる議論の中でサリカ法が施行された一因となった。 後世のフランス王家において、女性の王位継承権が一切否定される原因となり、さらに無関係であるフランスの王族、貴族女性たちの名誉まで傷つけた。1316年に、ルイ10世が即位後に創生した際、マルグリットとの間に生まれた長女ジャンヌは、ルイ10世の実施であるか疑われ、相続権の是非を問われた。フランス貴族たちは、王族女性の王位継承に対し、 ますます慎重になった。次男フィリップはサリカ法を唱え、名である戦王の王女ジャンルをフランス王位継承から廃止、自らがフィリップ五世として即位した後に創生し、三男のシャルル四世は退官式の後の再婚後、二人の兄同様長くは生きられず、男性の相続人なしで死去した。シャルル四世存命中は、フィリップ四世の弟でおじにあたるバロアハクシャルルが、 推定王位継承者となり、3人目の王妃、ジャンヌ・デブルーが1326年より3年間、1年おきに解任しており、まだ王子誕生の可能性があったため、先日の王子、シャルルの長男バロアハク・フィリップが殺傷となり、王家は持ちこたえたが、ジャンヌ・デブルーは男児を授からなかったため、カペー長は断絶し、冒険であったバロアハク・フィリップが王位を継ぎ、 フィリップ6世として即位しバルワ朝の始祖となった。一方、イングランド王となったイザベルの息子エドワード3世は、フィリップ6世の存在にもかかわらず、フランス王位継承権を主張し、その後100年戦争が起こった。この事件は、後世のヨーロッパの文化にも影響を与え、旧廷愛のテーマを研究している学者たちは、不定を犯した王妃の物語が、 ネイルの当事件のスキャンダル直後、どの程度で世間の話題から消えるかを観察した。騎士たちが処刑され、日たちは投獄され、フランス王家から追放されたという事実は、世間から注目を集め、大衆の娯楽となったことを明らかにしている。実際、歴史的文学作品の題材にされた。フランスの劇作家、アレクサンドル・デューマは、本事件をモデル2832年。 歴史秘話劇、ネイルの塔を書いた。長編歴史小説、ノロアレシ王たち七冠シリーズの著者、モーリス・ドリオンは、最初の小説、鉄の王で、ネイルの塔事件の出来事とその後の処刑について、彼の豊かな想像力と魅力的な文章力により細密に表現、説明がなされている。1200年の建設当初は、監視塔として建てられたネイルの塔であったが、ルイ14世が、 パリの街の大幅な改造を行い、1665年には解体され、現存していない。1670年には中世以来の城壁も取り払われた。ありがとうございます。